はい、それではですね、続けて落ち影やっていきますということで、ちょっとずつ応用編、ちょっとずつね、ということで、今回箱が2つあった場合どうなりますかという、そういった話をちょっとしていきたいと思います。もうね、1つの箱ならもう余裕ということで、まあ、左と右ね、まず左から、はい、斜め下光源、光源もさっきと一緒ですね。こう斜め前からこう来て、斜め上前で頂点がこう当たってみたいな、ここじゃあちょっともう省略でいきます。で、今回のポイント、まあ大体わかると思うんですよね。何がポイントかっていうと、ここですね。さあ、こう先ほどまでズズズズっとこう真下に引いて、これこうつなげて終わりだったんですが、邪魔者がおると、何やつっつってね、はい、お前さえいなければ俺はもうスムーズに、ちょっとテスト勉強みたい、テストみたいなね、教科書で基本習ったけどテストになったら急にこんな応用出てきてみたいなね、その時にその人の自力が試されるみたいな、そういうとこあるんですけども、はい、どうなりますかと。まあ簡単です、正直簡単です。まずね、箱がなかった時思い出してください。こう来てこう来て、まあこれちょっと見えないけど、点点点点でここがつながってという話でしたね。影がこう来ると、でポイント、この斜めのこの影、ある意味透視図法みたいな感じなんですけども、ここがねめり込んでる、はい、めり込み、やっぱりどんな時でもめり込みというのは起きます、影は。ということでめり込めないので、ここで障害物があるということで、こっから上に行きます。でここで面の切り替わりが起きます。面の切り替わりが起きるんで、はい、ここの頂点とここの頂点がつながる。面が連続的にこう変化してる場合は、落ち影が急にここでこうやって途切れたりはしないですね。こういう風に途切れることはなくて、連続的につながる。なんで頂点と頂点はもうこれつなげるだけです。すれば落ち影としてはこういう落ち影になると、なんかもう製図というか、なんか数学みたいなね話になってきてるんですが、そして右側同じやないかと、同じみたいなものがあるんですが、これねちょっと騙されやすい、難しいんですよ。やっていきたいと思います。考え方全く一緒なんですが、今回ここ分厚くしてて、何を想定してるかというと、あれ覚えてますかね、ここの厚みがありすぎて、なんかここがこう三角形みたいな状態が生まれるっていう、あれ前回で言うとこの右側ですね、このここが三角形っぽくなるときどうなりますかっていう、まあそういう話です。ここで箱にぶつかる。でポイントは、先ほどはぶつかったところから真上に引きましょうと言いましたが、今回真上ではダメなんです。というのはやっぱここなんですよね、大事なのが。これ先ほどはちょっと説明、まあ、前後しちゃったけど、まあ普通に書いたらここまっすぐ、まっすぐな線が段差により左側に移動したと、この厚み分ね、そういった状態なんですね。に対して、まあほんとそれだけなんですよ。なので今回はもともとがここ斜め線が入っちゃってるので、この斜め線がそのまま左にスライドしてくるって感じです。この厚み分ちょっと手前に来るということになるので、これがそのまま斜めに行きます。こうやってこういう状態です。そしてはい、面は連続するところは絶対この影は途切れないので、ここはつなぐだけ、こうです。はい、これがこういった場合の影になります、落ち影。ということで、ちょっとここね2種類違うんですが、まあ要するにもともとあった影がね、この厚み分手前に来ちゃいますよと、まあ、そこだけ気をつけてくれれば大体なんとかなりますということで、まあ、ちょっとこう数が増えてくると複雑になるんですが、こういうのをしっかりねこうカチッと捉えられると、絵ってすごい見栄え良くなるんですよ。でちょっと別問題なんですが、やっぱりその落ち影分かんない時って不安なんで、どうしてもこんな感じで描きがちなんですよね。こうやってなんかこういう感じで、やっぱこうすごいモヤっとするんですね。これ自信なさげに描くと落ち影ってすごいこう
メリハリがない絵になるんですよ。なんかこんな感じで、やっぱりこうきちっと自信持って正確に入れられてると、もう見栄えがねめちゃめちゃいいんですよ。なので実際絵描くときもしっかりねこれを理解できてると、だいぶクオリティが上がって見えます。そんな中ね、さあこれまで箱だのなんか黒い棒だのやってまいりましたが、さあ行きましょうか。最後の実践編、みんなが知りたいのはこれだし、まあ、僕もちょっと言いたかったのこれ、はい、変な意味じゃなくてね。ということでまずスカート部門